というわけで、美食殿にユニちゃんが来てくれましたよ。ようこそおいでくださいました、ユニ様。ふん、ここが同志の所属するギルド、美食殿のギルドハウスか。同志が寝食を共にする仲間たちとならば、僕が思い描く青春を謳歌できるに違いない。へえ、ずいぶんと落ち着いてる子ね。いつもゲストが来ると騒がしくなるから安心するわ。騒がしくなる？理解できないな。今日は歓迎会ということで、腕によりをかけて豪華な食事を作りましたよ。見てください、いつもと違った希少な食材をふんだんに使った料理の数々、やばいですね。さすがでございます、ペコリーヌ様。これは何と表現すればよいか。端的に還元して魔物だな。こんなアホリーヌ、それどっからどう見ても魔物じゃない。魔物料理は嫌。ドラウマか、コパハー。おー、口から大量の虹が噴射された。なるほど、これが騒がしいか。興味深ー。プリコレチャンネルリライブ。ラジオをお聞きの皆さん、おいっす。ペコリーヌ役マオです。ラジオをお聞きの主様、おいっす。コッコレ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ぶっこおいっす。ケル役立花梨花です。今回のオープニングショート、ドドドドドン、コント台本はプリコネームホッコリーヌさん、フルトさんの投稿を合作させていただきました。合作、ありがとうございます。ということで、すでにキャラクターでは登場していただきましたが、今回のゲストはこの方です。自己紹介をお願いします。ラジオを聴きの皆さん、はじめまして、おいっす。ユニ役小原好美です。イエーイ、いらっしゃいませ。お邪魔します。なんかね、イベントとかではね、はい、一緒になってましたけど、ラジオ的には初か、初、はい、そうですね。嬉しい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで早速オープニングの話題なんですが、こちらアニメシーズン2第1話の感想をいただいております。うん、たくさん感想届いたのですが、代表してこちらの方ご紹介しましょう。うんうん、プリコネームサバ缶のヤマシさんからいただきました。ありがとうございます。アニメシーズン2第1話拝見させていただきました。うん、まさかの初回から感動話でつい涙がこぼれてしまいました。また美食殿一行の虹や最後のオチなど、美食殿らしさを感じることもでき、とても面白かったです。うん、次回も楽しみにしています、ということでいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、見たみんな帰ってきましたね。あのキャル逆というあ、ノルマが達成されてる。この話でも、うん、そうか、第1話だけど容赦ないなと思いましたけど、容赦なかった。いや、でも可愛かったですね。いや、なんか帰ってきたって感じがしましたね。虹もらしさフルスロットルでしたね。そうですね、冒険始まったなって感じですかね。プリンセスらしからぬ表情でしたからね、ペコもねコッパーしてましたね。コッパーしましたし、いや、面白い一話でしたね。気になりますね、この後も。これからよろしくお願いいたします。さて、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はゲーム、そしてアニメ、プリンセスコネクト、リダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第226回。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネチャンネルリライブ。改めまして、パーソナリティのプリンセスコネクトリライブ、ペコリーヌ役マオです。パーソナリティのコッコレ役伊藤美久です。パーソナリティのケル役立花梨花です。そして今回のゲストはこの方です。改めまして、ユニ役の小原好美です。イエイエイ、はい、ということで今回の番組前半は小原好美さんにいろんなお話をお聞きしていきます。うん、まずこのコーナ
プリコネ Q。はい、こちらはゲストの方に9つのクエスチョンについて回答していただくコーナーです、うん、それでは早速行ってみましょう。プリコネ Q。 はい、担当キャラと自分とで似ていると思う部分は？めんどくさがり。これまでキャラを演技した中で印象的なシーンを一つ教えてください。なんだろうな、言葉が常に難しいところ。確かに、うん、3つ目、ゲームとアニメで意識している演じ分けは？ないです。うん。4つ目、もう一人プリコネキャラを演じられるなら誰を演じたい？あー、クロエさんです。おー、プリコネアフレコ現場での失敗談や印象的な話があれば教えてください。いや、本当にユニを愛していただいているんだなって思いました。うん、素敵。6つ目、ココちゃんの愛病、猫ちゃんですね、ミルちゃんの魅力をユニ風に端的に還元すると？端的に還元すると、やつはマシュマロだな。もうかわいい、もうかわいい。7つ目、自分のキャラグッズが出せるなら何を出したい？なんかいっぱいできそうな感じがしちゃいますね、逆にね。ロゼッタ？おお、いいですね。8つ目、コッコロに一つ甘えられるとしたら何をお願いしますか？膝枕させてください。最後ですね、プロデューサーの木村さんに聞いてみたいことを一つ挙げてください。ユニちゃんの好きなところを3つ教えてください。おー、聞きたい。あるかな。いやー、聞きたい。聞きたいな。ということで、はい、9つ、はい、終わりましたね。はい、おー、じゃあここから深く上からいきますか。はい、聞いていきましょうか。まず似ているところが、めんどくさがり。めんどくさがりなのですか？なんだろう、いつもあのギリギリになってあの動き出すタイプの人間だから。あ、だからユニちゃんとかもだいたいなんかこう文句を言いながらしょうがないなって言って動き出す様がすごく似てるなって、うんうん、あ、なるほど、うん、ということはココちゃん夏休みの宿題貯めるタイプだな。そうですね。最後の1週間でやり始めるタイプでした。そうなのか。うん、うん、意外。じゃ続いて2問目の印象的なシーンは、難しい言葉がいっぱい出てくる、うん、そうですね、ユニちゃんズならぬ仲良し部って、うん、とても面白いエピソードたくさんあるんですけど、うんうん、その中でもなんだろう、こうバランスがすごくて3人の、うんうん、特にユニはあのブレないというか、うん、ある意味で、うん、振り回されつつもテンションはずっと変わらないので、うん、そうですね、その中でも結構難しい言葉が並んでいたりするから、たまに言ってて自分で何言ってるかわかんないすることがあったりするので、今までのシリーズずっとそうだったので、ね、でもそこも演じてて楽しい部分ではあるんですけど、やっぱそれが一番頭にパッて出てきちゃいましたね。すごい、あのセリフ量で、あの難しさで、うんうん、スラスラスラって入ってくるから、やっぱすごいなっていつも思えちゃいますね。私頭が追いつかないからめっちゃログで確認する。なんて言ってんのみたいな。どういうことだっけ。文字だけだとよりわかんないかもしれない。すごい、もう一回聞きたいのもあるし。はい、はい、ということで、ああね、ゲームの話もありましたけど、うん、ゲームとアニメで意識している演じ分けはなし。うん、ないですね、うん、あの基本的にそのゲームシリーズでもアニメパートとかってあると思うんですけど、うんうんうん、その時もだいたいあのユニは他のキャラクターに比べて尺感がだいぶゆっくりな子なので、うんうん、その尺のことを考えてくださっているのか、クロエとかチエルに比べると結構尺のこう時間いただいてるんですよ。だからあんまりこう急ぎ目でとかっていう風にならず、割とゆったり演じることができてるので、そこはありがたいなって思いますね。愛だね。愛ですね。そして4つ目、もう一人プリコネキャラを演じられるならクロエちゃん。そうですね、なんか初めてこのプリコネのゲームの中でユニっていう、あの可愛らしいんだけどスローな、うん、スローペースで結構割と低めの
感じっていう独特なキャラクターを演じたのが初めてで、どっちかっていうとチエルみたいにこうチェルーンっつってすごい明るい系のキャラクターをやってることが多いんですよ。だその中でもクロエさんみたいになんか現代にいそうなローテンションのなんかああいう系のキャラクターはやってきてないのでやってみたいなって、だからあの3人一回シャッフルしてみたらどうなるんだろうって、確かに中身入れ替わってほしいって、しますね、面白そう、聞いてみたいですね、聞きたい、そしてプリコネアフレコ現場での失敗談や印象的な話ということで、そうですね、愛を感じ、愛を感じるという、さっきも出てきましたけど、そうですね、なんかそのゲームパートとそのゲームの中に出てくるそのアニメパートがまた、なんかやっぱりゲームだと自分の好きなように好きなペースで喋れるじゃないですか、でいざそのアフレコってなるとゲームに出てくるアニメなのにもうアニメーションが完成されてて、すごいですよね、だからその中で声を当てることができるっていうのはやっぱ役者としても幸せというか、より声が当てやすいし、アドリブも入れやすい、ゲームのセリフの時だけだとアドリブってなかなか難しかったりするから、そういうところもなんか相談しながらできるところも、でオー・ジャクソンさんがいつも書いてくださってるんですけど脚本を、なんかこだわりとかっていうのも話してくださるので、その場でだからそこもまた楽しいなってこう感じたりしてますね、いやみんなが本当に大好きなってことですね、でもそれこそ前のプリコネフェスでもオー・ジャクソンさんが仲良し部のことすごく気にかけてました、話もね本当に木村さんおっしゃってましたしね、ありがたいですね、さあそして愛といえばミルちゃん、はい、猫ちゃんいるのね、いるんです、あら猫派の、猫派なの、猫派なんですね、見たい、あら、いいんですか、いいんですか、マシュマロなの、マシュマロなの、マシュマロなの、なんかなんて言えばいいんだろうな、パステルカラーの三毛猫なんですよ、すごい、パステルカラー、パステルカラー、そう、三毛猫って言うとなんかはっきり、ね、ザ黒とか白、茶色って感じなんですけど、うちの子はちょっとなんかパステル味が入ってるというか、灰色とかってちょっと淡い感じ、こんな感じなの、いや、かわよー、かわいい、あ、今ちょっとお三方に写真をお見せしたんですけど、いろんなお色が混ざっている、そうなんです、顔が綺麗に縦半分ずつこう分かれてて、いつ触ってもマシュマロみたいにホワホワしてて、今ちょっとおデブちゃんになり始めちゃったんですけど、あちょっと愛が溢れてやばいやばいと思ってるんですけど、そうだから仕事が終わって帰ってきたりとかするといつもこう駆け寄ってきてくれるので、そこで癒されたりしてますね、中身まで可愛い、いや、いいな、はい、いいな、お子さんですよね、猫は飼われて、動物何か飼われて、飼ってる、猫なの、あ、猫なの、猫なの、ね、もう猫、もう猫は本当にいいよこの話になっちゃうからもう続いて自分のキャラグッズが出せるなら何を出したいということで、ロゼッタ、ロゼッタ、確かに、見た目はただの石なんですけど、なんかこう翻訳機というか、なんかこうナビゲーターというか、自分でなんかこう作ってみたって言ってユニちゃんが途中からこう出してくるんですけど、あの子いたら楽しそうだなと思ってさっきパッて勢いで言っちゃったんですけど、でもいざ会ったら結構大変かも、キッチンタイマーとかに、あ、家に置いときたい、家に置いてこうピッて石のどっかをピッて押すと3分経ったら、経ったよみたいな、その方がいい、外に持ち出したらなんか勝手に喋り出すかもしれないからあとすごい全部電気と繋がれるな、あっさみたいなのと、もういいかなって思ったけど、あれも難しいなって思っちゃった、お値段がそうロゼッタ何々つけていいなんか良さそ う, つけたよって、つけたぞいいね、楽しそう、楽しそう、かわいい、いいね、じゃあ続きまして、8つ目で心に一つ甘えられるとしたら膝枕と、膝枕ですね、いや本当もう、膝枕に関してはここらもう大御所なんで、大御所老舗なんで、そうですね、実家のような、実家が、はい、与えられると思います、
なんか私初めてユニっていう役をいただけた時に、うんうん、あのプリコネっていうゲームはしてたんですけど、うん、いざいろんなキャラクターがたくさん出てるからと思って探してった時に、うん、なんかユニとコッコロちゃんってちょっと似た部分があるかもって思ったのが本当最初の印象で、うんうんうん、コッコロと確かにちっちゃくて、うんうんうん、そうでも演じてみたら全然違ったからコッコロさん尊いなっていう風に思ってるんですけど、うん、そうそう嬉しい。なんかそれを想像するのも楽しいですね。コッコロとうわーココさんがユニちゃんなんか会話してほしい。どんな2人だったらどんな会話するんだろうなって思って。そうですね、がっつりっていうのはなかなかね、うん、あれですけどもないから。ユニちゃんノリノリなんだろうな。うん、バブバブ語になりそうで可愛い。それも可愛い。聞いてみたい、うん、さあということで最後ですね、木村さんに聞きたいこと、ユニちゃんの好きなとこ3つあげてほしいと。うん、そうですね、なんかいろんな方にユニちゃん好きですって言っていただく機会、うん、本当にありがたいことに多いんですけど、うんうん、ぜひお会いできないというかお話できなかったので、うんうん、ぜひそこは聞いてみたいなって。3つも上がったら私はとても嬉しいなって思って、うん、いや3つじゃ済まないよ。いや済まないぐらいあると思う。どうかな、あるのが大変な聞いてみたいですね。ぜひぜひ聞きたい聞きたい、はい、はい、ということで以上プリコネ Q でした。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。プリコネインフォメパート1、こちらではプリンセスコネクトリダイブのアニメに関する情報をお伝えします。放送情報です。アニメプリンセスコネクトリダイブシーズン2は1月24日月曜日24時より東京 MX 他にて第3話不思議な森のティーパーティーアフタヌーンは危険な香りが放送されます。アベマほか様々な配信プラットフォームでも配信中となりますのでぜひ見てください。アニメの詳しい放送情報についてはアニメ公式ホームページをチェックしてください。ブルーレイ情報、アニメプリンセスコネクトリダイブシーズン2のブルーレイ全3巻が3ヶ月連続で発売。第1巻は2022年3月22日火曜日発売、第2巻は4月19日火曜日発売、第3巻は5月17日火曜日に発売します。各巻の封入特典や全巻購入特典など盛りだくさんの内容になっているので、こちらも詳細はアニメ公式ホームページをご覧ください。音楽情報、アニメプリンセスコネクトリダイブシーズン2のテーマソング、旅立ちの季節&ロストプリンセスが2022年2月16日水曜発売。旅立ちの季節はペコリーヌ、コッコロ、キャル、それぞれのソロバージョンも収録していますので、ぜひお手に取ってみてくださいね。こちらも詳細はアニメ公式ホームページをチェックしてください。アニメの最新情報はアニメプリンセスコネクトリダイブシーズン2公式ツイッターや公式ホームページで順次更新しておりますので、ぜひチェックしてくださいね。以上プリコネインフォメパート1でした。パート2ではゲームの最新情報をお届けします。最後までお聞き逃しなく。プリコネチャンネルリダイブ、僕のことは敬意と親愛を込めてユニ先輩と呼んでくれたまえよ後輩。さて今回の番組後半はこのコーナー、推しプリン。こちらはリスナーの皆さんの一押しのプリンセスについて投稿していただくコーナーです。今回特集するのはもちろんユニについて、うんうん、今回たくさんメールを頂戴しました。ありがとうございます。その中から選ばれしを読ませていただきます、プリコネームのぶちぃさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆さん、そしてゲストのココちゃん、おいっすー、おいっすー。私は仲良し部が大好きかつユニちゃん先輩推しなので、うん、今回ココちゃんがゲストで出演されると聞きとても嬉しかったです、うん、仲良し部のイベントでは語彙力の高い会話が次々と繰り出され、毎回キャッキャと楽しませてもらってます。その中でも私が特に印象に残っている会話は声楽祭での桃尻警察の話です、はい、あの話を見た時からお尻にかゆみが走るたびにユニちゃんが放ったゴワシゴワシという独特な擬音が頭をよぎるようになりました。そこでココちゃんに質問なのですが、はい、仲良し部の会話もしくは言葉の中で特に印象深いものは何ですか？ぜひ教えてほしいですと。なるほど、ありがとうございます確かにみんな印象に残る。うん、声楽祭でね盛り上がってる時にお尻の話で盛り上がって
面白かったな、ケツって言うなとかお尻は言うなって言ってな、おケツなんだな、をつければいいんだなとかっていう会話をしてたんですけど、そうですね、仲良し部の会話、まあ先ほどもお話したんですけど、3人ともまあどのなんだろうチームもやっぱ個性的なんですけど、特に仲良し部に関してはキャラがみんな方向性がバラバラすぎるというか、なんかほっといたら3人ともわーってどっか行っちゃいそうな感じのキャラクターたちなので、会話がつながらなさそうなんですけど、うまいことこうパズルのピースがこう重なっていく、はまっていくかのようにこう会話を繰り広げてて、で特にチエルのチェルーンっていう、あのいつも挨拶みたいな言葉があるんですけど、あれをキャラクターなりに言う時のテンション感の違いとか、なんかああいうのとかがすごく好きで、でやっぱゲーム収録って、あの一人一人の収録だったりするから、完成されたものを自分でプレイした時に、あ、こういう風に繋がっていくんだと思って、いつも楽しくこうプレイさせてもらっているし、あとはお尻の下りすごく覚えてますね。やはり印象的でしたか。文面でゴワシゴワシって書いてあった時、これってゴワシって普通に言ってるんですかって言ったら、皆さんあ大丈夫ですっていう感じだったから、あとはやっぱりチエルのキレっぷりがすごく好きでしたね。なんかクロエとユニでいかにこうチエルをどう怒らせてキレさせるかみたいな感じになっていく展開とかもすごく好きで、その畳みかける3人のこうちょっと漫才みたいな感じが好きだったりしますね。いやもうどのストーリーもね癖が強いから、ね、本当に面白い、はい、じゃあありがとうございます。以上推しプリユニ特集でした。続いてのコーナーはこちら、アニメプリコネリダイブトーキング。こちらはプリコネのアニメについてトークしていくコーナーです。アニメプリンセスコネクトリダイブシーズン2が放送中でございます。今回は第2話そして第3話について4人でトークします。イエイ、はい、2話まで放送されてましたね。みんな見てる状態、もう冒頭からですよ。うわ何も言えねえ冒頭からですよ。いやでもね、もうここはずっと気になっている関係のところですからね。関係この二人はそうですね。いやっていうかそうだよ、ゆうきくんのなんだあの可愛い衣装は。あ、そうだよ一番可愛かったんだからあそこ。みんな着せられてましたけれども、ね、そうですよ、実装されないかな、ね、本当にあれ本当に見たい見たい見たい、可愛かった。もうペココロもノリノリでノリノリでペココロノリノリでしたね。さすがペコというか似合ってましたね。似合ってましたみんな。可愛かった。キャルちゃんも可愛かった。グヌヌ恥ずかしい感じが恥ずかしがってる感じがね可愛かったですし、そしてがカルミナさんがね やっぱアイドルということでよかった。もうなんといってもライブシーンよかった。めっちゃ良かったですね。よかったし、もう本当に個人的にはやっぱカルミナ親衛隊と勇気の絡みがすごいよかったですね。リスペクト、リスペクト、ラブダチって言って、すごいね、推しは友達を作ってくれるから ねいいですね。ある話ですからね。あるあるですから、もしかしてこの作品好きですか。あ、私もなんです友達みたいな、友達あるはずありますからね。まあ今回も今回でバトルシーンもかっこよかったですし、いやこれまたキャルちゃんってなりますし ねもう2話もなんか1話もそうでしたけど、2話も2話でなんかちゃんとこう緩急がついているというか、最後にいい感じになってみんなで、いやもうやっぱお帰りとただいまって言わなあかんぞ。言わなあかんちゃんと声に出して猫ちゃん相手でも言わなあかんぞ素敵な染みましたね。そして3話の見どころが、第2話に引き続き、皆さんお待ちかねのアニメ初登場ギルドがね登場するみたいですよ。どこ、まあ、なんだろう、まあ、どこなの、コアラさんがゲストでいらっしゃるってことは、まあまあまあそんな期待しちゃうな。わかんない、全く出ないかもしれない期待しちゃうね、何部なんだろう、ね、どこの部だということ
で第3話不思議な森のティーパーティーアフタヌーンは危険な香りはですね、明日ウェブ予告が解禁予定となりますのでお楽しみに。はい、はい、こちら1月24日より順次放送配信です。ぜひチェックしてください。以上アニメプリコネリダイブトーキングのコーナーでした。アニメプリンセスコネクトリダイブシーズン2お楽しみに。感想メールも投稿お願いします。プリコネインフォメパート2。こちらではゲームプリンセスコネクトリダイブに関する情報をお届けします。ガチャ情報です。星さん確定プラチナガチャを1月22日まで開催中です。星さんキャラを1キャラ以上確定で仲間にすることができる特別な10連ガチャですよ。期間中に優勝ジュエルで一度だけ購入することができます。お見逃しなく。ストーリーイベント情報です。現在復刻ストーリーイベント新春グルメプリンセス一等にかけた乙女たちが1月25日20時59分まで開催中です。今回の復刻イベントではイベント限定キャラのニューイヤーバージョンのむいみちゃんが再登場、うん、イベント期間中に条件を満たすと仲間にできるのでまだプレイしたことがないという方はこの機会にぜひプレイしてくださいね。ルナの塔の開催情報です。現在ルナの塔が1月22日20時59分まで開催中です。今回登場するキャラは初音ちゃんとななかちゃんで、ストーリーのメインタイトルは超能力×魔法イコール超魔法少女です。より多くのキャラを育成して塔に挑みましょう。クランバトル情報です。1月26日からクランバトルを開催予定です。今回のモード切り替え期間は1月24日までです。モード切り替え期間中にメンバーと話してクランモードとシングルモードのどちらのクランバトルを楽しむか決めましょう。またトレーニングモードは1月23日から開放予定です。トレーニングモードでクランバトル開催に備えましょう。1月25日から毎日1回限定でジュエル500個を490円で購入できる毎日更新ジュエル500個を販売予定です。ジュエルショップについての詳細はゲーム内のフッターメニューからメニューをタップしヘルプ内のジュエルショップをご確認ください。キャンペーン情報です。現在成績調査クエストドロップ量2倍キャンペーンが1月24日4時59分まで開催中。キャンペーン期間中成績調査クリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。またハードクエストドロップ量2倍キャンペーンが1月26日4時59分まで開催中。キャンペーン期間中メインクエストハードをクリアした際に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。さらにダンジョンマナドロップ量2倍キャンペーンが開催中ですよ。キャンペーン期間中ダンジョンクリア時に獲得できるマナの量が通常の2倍になります。そしてここからはクランバトル応援キャンペーンです。1月24日からスタミナ消費時プレイヤー経験値獲得量 1.5 倍キャンペーンを開催予定。キャンペーン期間中対象クエストクリア時に獲得できるプレイヤー経験値の量が通常の 1.5 倍になりますよ。また1月26日からノーマルクエストドロップ量、成績調査、神殿調査クエストドロップ量、探索ドロップ量それぞれ2倍キャンペーンを開催予定です。対象クエストクリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。これらのキャンペーンを駆使してクランバトルに向けてキャラを強化しましょう。最後にプリコネフェス2022についての情報です。2月12日13日に開催されるプリコネフェス2022の入場時間指定チケットが先行抽選受付中です、うん、ベルサール秋葉原で体験型ミュージアムやリアルみんなのゲームテーブルなどのプリコネの世界を体験できるチケットとなっております。先行抽選の申し込みは1月23日23時59分まで。プリコネフェス2022の公式サイトの注意事項をよく読んで申し込みをお願いします。以上プリコネインフォメパート2でした。プリコネチャンネルリダイブ。貴様さては理系だな。物の哀れを知れ。さて今回はアニメプリンセスコネクトリダイブシーズン2エンディング主題歌旅立ちの季節を聞きながらお別れです。うん、いやすごい今回も素敵なエンディング映像が映像も素敵だし思い出が詰まりすぎてなんかもう もうウルウルする舞はウルウルしちゃいますね。このエンディングだとね、はい、アニメエンディングまでぜひ楽しんでください、うん。
さてさて、番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので、詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからない場合はその他から送っていただければ、スタッフさんが仕分けしますので、お気軽に送ってください。投稿心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。さらに今回はアニメゲスト会記念として、ゲストサイン入りアニメ番宣ポスターもセットでプレゼントしちゃいます。イエーイ、イエーイ、サインをいただいております。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。今回はどなたに。はい、今回アクリルスタンドとポスターを差し上げるのはプリコネームのぶちぃさんです。おめでとうございます。ごわしごわしごわし。プリコネームのぶちぃさんはプレゼントアットマークひびき -radio.jp、 プレゼントアットマークひびき -radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。今後もアニメゲストがいらっしゃった時にはサイン入り番宣ポスターもセットでプレゼントしちゃいますよ。張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第227回は1月27日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。木曜夜はプリコネチャンネルリダイブです。はい、そしてゲストの方は決まり次第ツイッターでお知らせしますので、公式アカウントをフォローしてチェックしてください。はい、ということで今回ユニ役小原好美さんにお越しいただきましたけれども、うん、いかがでしたでしょうか。まあ来週もね来ていただけるんですけれども、はいはい、そうですね、私ゲームでは何度かこういろんなシリーズ出させていただいたんですけど、去年からイベントだとか、うん、いろんなところで、はい、ユニ役としてこう出れる場が増えてきたのとっても嬉しいなって、うん、特にメインのお三方とはそこまでこうがっつりお話しする機会ってなかったので、うん、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。次回もよろしくお願いします。ではプリコネチャンネルリダイブ第226回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコレ役伊藤美久と、キャル役立花梨香と、ユニ役小原好美でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした。いやー、ココちゃん、猫ちゃんいるのね。そうなんです、激カワでしたね。ありがとうございます。触りたい。猫はいいぞ、うん、猫はいいぞ、猫のいいところ、ね、猫のいいところ。でも全部。でも世界が幸せに輝いて見える。大きめ。大きいよ。この子のためなら生きていける。いやー、本当に。いるだけで癒し。いるだけで癒し。服にこう毛とかついててもちょっとほっこりする。確かに。なんだ。たまにこう表情がわかる。あー、かわいい。表情で。それもあるかもしれない。結構鳴き声が声色豊か、うん、意外に。あとは何だろう、愛とは何かを教えてくれる。本当に好きなんだね。本当重くなるからね。マサだけずっと精神論みたいな。マサちゃんだけ顔がガチだ。愛の重みが大好きなのよ、本当にも。やっぱ世界を救いますね、猫は。そうなのよ、もう猫がいいですね。幸せなミック、ワンちゃんも可愛いよ。犬も可愛いやで。可愛い。犬派でも猫派でもない私は、動物すべてが愛おしいんだ。そうな、みんな可愛い。みんな可愛いな、はい、うん、ということで皆さんまたお会いしましょう。ゲームもアニメもラジオもお楽しみに。バイバーイ。